それでは続いて太田観光協会の主催で実施された外国語ガイド養成講座の模様をお伝えしましょう。大田区を訪れる外国人客のために外国語を話せるボランティアガイドを養成する講座が1月から開催されており、先月21日にはその9回目の講座が開催されました。この日はこれまで学習してきた内容のおさらいを含めた実践講座。大田区に来た外国人客に池上地域を案内するという想定でガイドの実践が行われました。案内される外国人客に扮するのは大田区の元観光大使のロンさんです。どんなことを知りたいかロンさんとコミュニケーションを取りながら池上本門寺を案内するガイドの皆さん、まずはお寺の由来や国の文化財に登録されている五重の塔大堂について解説します。You mean 鎌倉大仏? Yes, yes. Same as a 鎌倉大仏 as a lot big plate on the plate. また外国人にとっては初めての経験となるお寺のお参りの手順についても丁寧に説明します。I pray for as a good guide. 羽田空港の国際化、また2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を受け、これからますます増えていくことが予想される訪日外国人の数。そうした中、大田区では国際化に向けた取り組みを進めていますが、その中で重要な役割を果たすのが、こうした外国語ボランティアガイドの皆さんです。大田区の地域に外国の方が訪れたときに交流が育めるような、まあ、そういった架け橋になっていただけるような人々になっていただくことを大変期待しています。境内の散策を終えた後、日本文化の紹介として池上にある畳屋を見学、その作り方などについて伝えます。まず何に興味をお持ちなのかをお聞きして、身の回りにあることからその方の興味とつながるようなことから入っていけたらいいと思いました。一般の人は分からないこといっぱいがあるんで、そういうことで当たり前のことでも言ってあげた方がいいかなと思ってます。初めての実践ガイドで終始緊張した様子の受講生の皆さん、この日の実践講座で今後の課題などさまざまな収穫が得られたようです。